辰吉丈一郎の凄さが全く分かりません。若いボクシングファンの彼の一言に耳を疑いました。井上尚弥選手の方が強いのに、なんでこのおじさんが人気があるのか納得できないと彼の言い分も分かります。しかしボクシングの魅力は洗練されたアスリートの特権というわけではありません。日本一のボクサー、浪速の城の慶応集です。辰吉選手の魅力とともに振り返っていきましょう。最初に紹介するのはデビュー戦、チェ・サンミョン選手との試合です。チェ選手は韓国国内ランカーなのですが、プロデビューの辰吉選手の方が胸を貸してやるわといった感じの貫禄あるグローブタッチを見せています。辰吉選手の鋭いジャブ、そしてチェ選手の大振りの右ストレートにもブロッキングは使いません。そこに左ジャブ、左アッパー、超攻撃的なボクシングです。これが原因でデビュー戦が韓国人ランカーとの試合となったのです。辰吉選手はもともとオリンピック候補になるほどアマチュアでの実績が強烈でした。アマチュア成績19戦18勝 18KO。 ボクシングファンならこの恐ろしさがわかるでしょう。3ラウンドしかなくヘッドギアを装備するアマチュアボクシングで、ほぼ全ての試合で相手を殴り倒しているのです。この成績を引っ提げてのプロデビュー、当時の日本ボクシング界には辰吉選手のデビュー戦を受ける度胸のある選手はいませんでした。さあ試合に戻りましょう。韓国ランカーのチェ選手の飛び込みを紙一重で全てかわしきります。ほとんどガードは固めません。相手の攻撃を受け流しながら左左左、片腕一本で試合をコントロールしています。ここで辰吉選手のワンツー、鋭い出足にチェ選手が後ずさります。さらにチェ選手の右フックにカウンターの左ジャブ、左ボディから左フック、インファイトでガードを固めても左ジャブ、左ボディ、白熱した打ち合いの中でもほとんど右は使いません。左腕一本で韓国ランカーにダメージを与えていきます。そして第1ラウンド終了間際、ついに辰吉選手の右ストレートが炸裂します。カウンターで入った一撃に吹っ飛ぶチェ選手、まだやれるだろと左手で挑発する辰吉選手の姿がたまりませんね。第2ラウンドに入っても辰吉選手の矢のような左ジャブは止まりません。チェ選手の右ストレートをかわしながら左ボディ、右フックをかわして右アッパー、紙一重でパンチをかわしていきます。さらに左ジャブ、左アッパー、左フック、とどめに右ストレート。後ずさるチェ選手をノーガードで追い詰めていくのは、今日がプロデビューの未成年です。そのままロープ際まで追い詰めての猛ラッシュ、強烈な左フックでダウンを奪います。チェ選手もなんとか立ち上がりましたが、ここまでです。辰吉選手の強さのポイントはリーチの長さと利き腕にあります。右利きの選手と同じオーソドックスの構えを取りますが、利き腕は左なのです。試合中に見せる強烈で多彩な左は利き腕から放たれます。さらにリーチの長さ、身長 164cm の体に 178cm のリーチを備えます。このリーチを生かした左こそ辰吉選手最強の武器なのです。デビュー2戦目でも日本人ランカーは試合を組んではくれません。2戦目も海外の格上選手が相手となります。そしてこの試合はあのマイク・タイソン選手の前座として行われました。デビュー2戦目にして東京ドームでの試合です。それでは辰吉選手の代名詞ともいえる一発、戦慄の左ボディをご覧ください。対戦相手は元タイ国内王者のエウアン・サンパン選手。1戦目同様、鋭い左ジャブで相手をコントロールする辰吉選手、エウアン・サンパン選手の右フックをスウェーでかわします。まさに紙一重、時計回りにサークリングしながらの左フリッカー気味のジャブが当たり始めます。相変わらずガードを上げずにマシンガンのような左を繰り出す辰吉選手、1、2、3、4発目の打ち終わりを狙われました。エウアン・サンパン選手の左フック、辰吉選手ダウンです。ガードが低い、ディフェンスがなってない、大阪帝拳にはまともなトレーナーがいない、目の肥えたボクシングファンからよく聞く言葉ですが、しかしそういう問題ではないのです。父に教わった喧嘩殺法こそ辰吉丈一郎のあるべき姿ではないでしょうか。ガードを下げるのは相手の動きを見極めることができて、そして下げた左手で相手の蹴りを止めて狂気を奪うための構えでした。これが辰吉選手のバックボーンと言っていいでしょう。ガードを下げているからあれだけの左を繰り出せるのです。ガードを下げているから紙一重でパンチをかわせるのです。これを否定するのは大谷翔平選手に二刀流なんか通用しないというのと同じではないでしょうか。自分を貫く姿勢がかっこいいんです。試合に戻りましょう。辰吉選手は低いガードでダウンした直後とは思えないディフェンステクニックを披露しています。第2ラウンドです。辰吉選手は試合序盤はサークリングで距離を取りながら相手の様子を伺います。
天性のボクシングテクニック、スピード、リーチ、これらを生かしてアウトボクシングを徹底していればもっと世界的なボクサーになっていたことでしょう。しかし、辰吉丈一郎は前に出るのです。ガードを下げて相手の顔を覗き込んでいます。恐怖心はないのでしょうか。隙間を縫うような左ジャブ、ワンツーワンツーと続けて左ボディ、そこから一気にラッシュを仕掛けます。離れ際に左ボディ、さらに攻撃は続きます。左フックから右ボディ、エウアン・サンパン選手も大きなフックで応戦します。距離を取りたいのでしょうが、辰吉選手はガードを固めて離れません。打ち終わりにとどめの左ボディ、バスと鈍い音が聞こえてきました。ナイフで刺されたかのように苦しみもだえるエウアン・サンパン選手、チェ選手にしたのと同じように立ってこいよと挑発します。10カウントが終わってもエウアン・サンパン選手の苦しむ姿は変わりません。ものすごいパンチ力です。なかなか日本人との対戦が実現しなかった辰吉選手ですが、ついに日本タイトル初挑戦です。デビュー前から注目の的だった辰吉選手は参戦をこなし、日本ボクシング界の話題の中心となっています。対する岡部チャンピオンも負けていません。実力もさることながらイケメンっぷりも話題の花のあるスター選手、東の岡部、西の辰吉、満員の後楽園ホールでの激闘となります。青いトランクスの辰吉選手、この日も軽やかなステップワークを見せています。対してチャンピオンの岡部選手はどこか落ち着きがありません。ジャブから大振りの右フックを見せますが、あっさりと辰吉選手にかわされます。第1ラウンドからどんどん前に出る辰吉選手、ワン、ツー、スリー、リズミカルにコンビネーションを繰り出します。そして岡部選手のパンチを紙一重でかわします。こんなことができてしまう才能があればガードを上げない気持ちもわかります。ノリに乗っている辰吉選手、第1ラウンド終了時にアリシャッフルで岡部選手を挑発します。第2ラウンドに入っても緊張からか手が出ない岡部選手、デビュー4戦目とは思えない辰吉選手がプレッシャーをかけ続けます。パンチが見えているとはこういうことなのでしょう。ひりつくような距離感でチャンピオンのパンチをかわしながら的確にパンチを当てていきます。岡部選手の左フックを読み切って左ボディを返しました。目もいいのでしょうが、パンチが来るのが分かっているようです。失敗して被弾することもありましたが、絶好調の辰吉選手にパンチを当てることができるボクサーなんているのでしょうか。第4ラウンドまで来てもひたすら攻め続ける辰吉選手、開始早々から岡部選手にロープを背負わせます。しかし下がる岡部選手になかなか自慢のコンビネーションを出せません。大振りのパンチが多い展開になっています。逃げる岡部選手をコーナーへと追い詰めました。大振りの右をかわさせたところへほとんどノーモーションの左フック、一気に攻め込み最初のダウンを奪います。さっさと立ってこい、ぶん殴ってやると腕を回す辰吉選手、レナード選手の真似でしょうか。アリシャッフルといい本当にボクシングが好きなのでしょう。最高に盛り上げてくれます。しかし意外にも辰吉選手は簡単には仕留めに行きません。冷静にチャンスを伺います。そしてコーナーへ追い詰めると右のパンチでバランスを崩した岡部選手、さあ辰吉選手にチャンス到来です。岡部選手に打ち返されようがお構いなしのラッシュ、見事2度目のダウン。残り時間30秒を切りました。リーチを生かして一方的に攻撃を仕掛けていきます。最後はしなるような左腕でボディアッパー、これは強い攻撃的で華やかなファイトスタイルに古風なボクシングファンを怒らせるパフォーマンス、どれをとっても最高の試合です。試合後にはリング上で失礼な真似してすみませんと岡部選手に謝罪もしています。礼儀正しさやストイックさ、何より憎めないキャラクターが素敵です。そして残念なことに亀田一家と比べられることもある辰吉選手ですが、実力、キャラクターの違い、そしてボクシング愛の重さの違いがボクシングファンの評価の違いなのでしょうね。ちなみに私個人としては亀田一家を評価はしています。あれも興行としてのボクシングとしては必要だったのかもしれません。好き嫌いは置いておいてですが、彼らの暴挙のおかげでその後モンスターが誕生するわけですし、ボクシングの強さだけなら辰吉選手より強い選手はいくらでも出てくるでしょう。しかしプロボクサーとして辰吉丈一郎より強い選手は見たことがありません。さて話を戻しましょう。4戦目で日本タイトルを取った直後のインタビューで辰吉選手はこの試合は通過点と世界王座へのこだわりを見せました。圧倒的だったタイトル戦の影響もあったのかもしれません。デビュー当時から変わらない国内の対戦相手不在問題です。日本タイトルは一度も防衛せずに返上、最短で世界タイトルを目指すこととなります。世界前哨戦、ジュン・カーディナル選手との試合です。とんでもない長距離からパンチを放つ辰吉選手、カーディナル選手のパンチが届かない距離から一方的に殴りつけていきます。
この日も辰吉選手のフットワークが冴え渡ります。さらにワンツーで相手の体勢を崩すと一気にラッシュを仕掛けます。ラッシュの終わりに距離を取る辰吉選手がグローブで軽く挑発してさらにノーガードで煽ります。カーディナル選手は決してカマセイヌではありません。背筋が凍るような強烈なパンチを見せています。それでも相変わらず左手一本で試合をコントロールする辰吉選手、そこから左右のコンビネーションまで使い始めれば手をつけられない勢い。辰吉選手の左にぐらつくカーディナル選手、レナードのように回す拳から右のショートアッパー、この日も絶好調ですね。全く当たらないカーディナル選手のパンチが空回りし続けます。低めのガードによって相手がしっかり見えている辰吉選手、打ち終わりにバランスを崩したカーディナル選手に左ボディ、行けると見るやスピーディーなコンビネーション。辰吉選手にはブロッキングしてはいけないという決まりでもあるのでしょうか。カーディナル選手の猛攻をことごとくかわし続けます。その中で自分のパンチはしっかり当てていくのだから驚きです。辰吉選手は足に来ているカーディナル選手を追い詰めます。左左右、試合を終わらせるラッシュも圧巻ですが、組み立ての中のコンビネーションが魅力的ですね。雑なパンチが少ないんですよね。左ボディやアッパーにつなげるために逆算されたようなコンビネーションが見事の一言。第2ラウンド残り30秒、リーチを生かした左ジャブでカーディナル選手にダメージを蓄積させています。しなやかに伸びる左は辰吉選手の代名詞。厳しい状況のカーディナル選手は足を止めて勝負に出ます。しかし足を止めてしまえば辰吉選手からすればサンドバッグも同然です。カーディナル選手2度目のダウン、完全にぐらついていて立ち上がれません。さあ立てるもんなら立ってみろと腕をぶん回して待っている辰吉選手、会場は大盛り上がり。これぞ辰吉丈一郎、圧巻の KO 劇となりました。そしてデビューから8戦目、当時国内最速の世界チャンピオンを目指してのタイトル戦です。1991年、日本にはボクシング世界チャンピオンがいませんでした。今ではちょっと考えられないかもしれませんね。言動やパフォーマンスを叩かれていた大阪のやんちゃ小僧が日本を背負って世界に挑みます。当時のチャンピオンはグレグ・リチャードソン選手、アマチュアで275戦、プロで33戦のキャリアを誇るベテランボクサー。翌年には2階級制覇も狙うこととなるアメリカの強豪です。会場は森口市民体育館、キャパ3000人の会場は大満員。東京ドームでも試合をした辰吉選手が世界戦の会場に選んだのは第二の故郷森口市でした。辰吉選手の奥様ルミさんのご実家が喫茶店をされているところとしても有名ですね。試合はジャブが得意なリチャードソン選手との左の差し合いから始まります。世界戦でもブロッキングは使わない辰吉選手、惚れ惚れするようなスウェーを見せてくれます。辰吉選手は左フック、左ボディ、いつもの多彩な左のパンチを繰り出します。しかし相手は世界チャンピオンリチャードソン選手も得意の左から強烈なパンチを放っていきます。飛び込む辰吉選手の打ち終わりにパンチを合わせるリチャードソン選手、下がりながらいやらしいパンチを当ててくるのはさすがベテランチャンピオン。クリーンヒットはありませんが両者パンチを当てていきます。リチャードソン選手は29勝のうち 4KO しかしていません。足を使って戦う展開はチャンピオンのリズムです。第3ラウンド、辰吉選手はブロッキングを使いながら強引にボディを狙います。サークリングで上手にリングを使っていたリチャードソン選手が後ろにまっすぐ下がるようになっています。辰吉選手のプレッシャーが増しているのでしょう。リングを丸く使って気持ちよくフットワークを見せていたチャンピオンが右へ左へとフットワークが乱れていきます。徐々にロープを背負う時間の増えるチャンピオン、辰吉選手のコンビネーションが決まり始めます。リチャードソン選手のジャブが当たってもお構いなしの辰吉選手、これは辰吉選手の評価を下げる悪癖ではありますが、手を出しながらガンガン攻め込みます。ここでもガードを下げて相手を覗き込みます。そこにしっかり左フックを浴びてますね。しかし左ストレートをかわされたところに右ストレート、続けて左、チャンピオンがふらつきながら後退していきます。たまらずクリンチのチャンピオン。第6ラウンド、攻める辰吉選手ですが最後の踏み込みが足りません。追い詰めたところでチャンピオンのフットワークに惑わされます。試合は第7ラウンドへと突入します。チャンピオンがここでアッパーを見せ始めます。そして辰吉選手が対応できないと見ると連発してきます。これをしっかりもらう辰吉選手、本当に面白いようにもらってしまうのが後に辰吉選手を苦しめることとなります。リズムに乗ったチャンピオンのパンチをかなりの数もらっていますね。第8ラウンド、辰吉選手がチャンピオンを捉え出します。打ち続けたボディによってチャンピオンの足が止まります。辰吉選手の猛攻にも根性で耐えるチャンピオン、ふらつきながらも見せるフットワークは血のにじむ努力の結晶でしょう。第10ラウンド、ついにチャンピオンの牙城が崩れました。
両者激しい打ち合いから辰吉選手のアッパー気味の左フック、ぐらつくチャンピオンに右ストレート、ロープに吹き飛ぶチャンピオンに猛ラッシュです。大歓声にレフェリーのゴングが聞こえません。ゴング後も攻める辰吉選手、第11ラウンド開始と思ったところでした。チャンピオンからタオルです。デビューから8戦目、日本最短世界チャンピオンの誕生です。辰吉選手はこの試合の後網膜裂孔となってしまいました。その後の不屈の精神も魅力ですが、ここから先は職業ボクサーであると同時に職業辰吉丈一郎と呼ばれるようになってしまいます。現在はどこかボクサーとしてよりも辰吉丈一郎として評価されてしまっているのが少し残念です。網膜裂孔というドラマを抜きにしても日本最高のボクサーであることに変わりはありません。人間としての魅力も大好きですが、花のあるボクサーとしてもっと語られていってほしいと思っています。いかがでしたでしょうか。この動画を最後まで見てくれたあなたは格闘技好きです。ぜひチャンネル登録をお願いします。格闘技好きな方と楽しいチャンネルを作っていきます。いいねコメントもお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。